二郎系って感じかな、これって。どうなのか分からんけど。いただきまーす。うまっ。今日もお昼ご飯やっていきたいと思いますけど、本日はこちら、ボトロボトロさんっていうのかな、ラーメン、はい、冷凍のラーメンいただきました。はい、もやしを入れて食べるのが塩分、食べる塩分になってません。もやしを入れないとしょっぱく感じますよ、これ書いてあるんで。これもやし買うの忘れてたんでね、うん、これでこのためにもやしを買ってまいりましたんで、これ作りたいと思います。なんか具材も入ってるそうなんですけども、こういうスープと麺でございます。はい、これは湯煎、こっちは茹でます。よーし、茹で上がりました。結構なボリューム、うわすげえ多いな、こんな多いの。器チェンジ、これでもいっぱいかな。スープ、チャーシューとかも入ってんな。よしよし、すげえ、ちょうどや。すごいでっかいチャーシュー入ってんな、2枚も。それもいいですね、いいですね。よし、もやしとキャベツをトッピングするそうなんで、たっぷりと。はい、そしてニンニクもトッピングしなさいと書いてありますので、ニンニク背脂の方でいきます。これの方いいでしょう、ラーメンじゃこれでしょう。2つ分って書いてあったかな、生の刻みニンニク2つ分ぐらいって書いてますね、うん、紙にはね。よし、2つ分ぐらいの臭さはあるでしょう、これね。今日は仕事が暇でよかった、用ないわ、もう金稼がなあかんのに。よし、ネギも乗せとこ、ネギはトッピングに書いてないですけど、見せさせてもらいます。よし、そしておにぎりも足して、今日はもう満腹セットでございますというわけで、おとろさんかな、うん、おとろさんか、なん、おとろさんっていうのか分かりませんけども、いただいたラーメンと塩昆布おにぎりで今日はいただきたいと思います。早速食べたいと思います。はい、どうも、パチムス協会でございます。というわけで本日は、ちょっと読み方間違ってるかもしれませんけども、おとろさんの、すげえうまそうなこのラーメン。なんだよ、家で食うようなラーメンじゃないよ、これ。家で食うようなラーメンっぽくない。すごい、チャーシューとかもすごいよ。わかるかな、このソーサー。で、おにぎり。こんな感じで、いただきたいと思ってますけど、ピントが、踊らへんかもしれないな、もうほんとこんなモニターだけでわかるかっちゅうんだよ、踊るかどうか。なんかいただきまーす。はい、こういうもんでなんなんやろな、唐辛子なんかな、あのかけるので、胡椒なんかな。とりあえずちょっとこのままいただきます。初めてなのでいただきます。ちょっとこの野菜も浸しときたいな。こういうのどうなん、野菜盛りってどういうふうになってんやろ。二郎系、二郎とか一回だけ行ったけどね、東京住んでた時に、覚えてないんだよ。あんまし好きじゃなかった印象があるんだけどな。いただきます、スープから。うまっ、え、なにこれ、めちゃめちゃうまいや。俺めちゃめちゃ好きなの、ね、濃厚醤油豚骨って感じなのかな。うまっ、めちゃくちゃ濃厚でうまいんやけど、もう家のラーメンちゃうやろこれ、完全に 家じゃないような。二郎系ってこういう感じなのかな。うん、つけ麺にしてもええぐらい濃厚。富田の
豚ラーメンもこんな感じだから店で食うたら、あ、ニンニク入れてよかった、ええ感じやわ、仕事してるわ。でこれうまいな。誕生日にね、冷凍で送っていただいたんですよ。めっちゃうまいけど。あまり私が行くとこではない、行くところでは出ないような太麺、もうあの本当つけ麺にの麺かなっていうぐらいの太麺。これだって最初見たのちょっとこれつけ麺かなと思ったもん。よく3度見ぐらいしましたけど、普通のラーメンっぽいのはね、こういうもんだよね。こういう二郎もこんなん。うん、俺は唐辛子かな。うん、これうまっ。こんなん家で食えんや。温めただけやからな。ほら、あ、唐辛子のうまい、うまいな。握り食べる忘れるわあのつけ麺好きな人はね、特にこういうのいいかもしれんね。麺がわしわし麺、しっかりしてるやつ。これ塩昆布とごまだけ入れてます。こういうラーメンもね、自ら足も運ばないし、そもそもこうやっていただいてるからね、誕生日でいただいたから食べてるけどな。いやー、発見だね。これを機会にこういうラーメン屋行くかもしれんしね。うまいもんやな。富田の豚ラーメンがコンビニとかで売ってるんじゃないですか。俺あんま好きじゃないんですよ、あれ。実は買わないでしょ、つけ麺の方買っても。うん、まぜそばはうまかったけどな。買わないんですよ、ラーメン。あんま好みじゃないんですよ、あれ。でも一緒のようなジャンルやの、これめちゃめちゃうまいんやけど。まあ、冷凍のこういうのとチルドでやってるっていうのと、もしかしたらその違いもあるのかもしれんけど、めっちゃうまいわ。まあ、こういうラーメンね、食いに行くことはないからね。変な話、
礼なことかもしれんけど、もらったし食べよっていう感覚から最初入るんですよ。これもらってたな、今日もそうやったんですよ。もらってたし、これそろそろ食べようと思って、お前も知ってんな。それでその気分で手食べてるからさ、何もあの自分の中ではこのラーメン食べたいと思って食べてるわけじゃないやん。食べに行こう、このラーメン屋さん行こうと、うまいらしいであの店というわけじゃないから、めちゃめちゃフラットな状態で食うてるからびっくりした、このもさ、うん、大盛りやろな、これだけど。めちゃめちゃ麺多かったもん。トロさんっていうかな、ネローさんかな、うおにぎりもうまいわ。ただ俺の中ではラーメンライスなラーメンではないかな、このラーメンだけ楽しむっていう感じがする。ただし、あの野菜マシマシみたいなところにいけんやろうな、うん、分かったな、もう一食かった。これちょっと大盛りやったかちょっと僕確認してないんですよ。どうやったか確認してないけど、もしこれが普通やったら女性の方とかね、小食の方からすると、まあ普通のラーメンの大盛り以上あるかもしれません、うん、でもうまいんで、まあお近くにね関東の方からいただいたんで、お近くの方とか多分行ったことあるお店なんか有名店なんでしょ、これはもちろん、うん、結構ラーメン食べられてる人からねいただいたんで有名店だよなと思いましたけど、うん、まあお近くにある人は一回足運んでみてもいいんじゃないですか。めちゃくちゃ美味しかったです。というわけで本日はおとろさんのラーメンとおにぎり3個食べたらもうお腹がはち切れんばかりでございます。ごちそうさまでした。ほな。